壁強ヒットマンリボーン DS 死ぬ気マーク、ボンゴレカーニバル、懐かしい懐かしい。いやもうこれ2006年に出てるから10年以上前のゲームなんだなまあまあまあ初めからやっていこう。上書きされるけど大丈夫です。そんなね、続けるようなもんじゃないからサクッと5本ぐらい遊べればいいかな。みんな知ってるかこれ、こんなゲームがあったこと知ってるかな。ジャッポーネ波盛町、これね昔アニメやってた頃にゲームあるんだと思って欲しがったんだけどさ、中古も新品も売ってなくて手に入れるの苦労したんだよな当時まあまあまあ、セリフは各自で読んでください。チラシか。お子様を次世代のニューリーダーに育てます。若くてイケメン家庭教リボーン。いやーこれが始まりなんだよな。きたー。まあこのゲームはどんなゲームかというとミニゲーム集だな。まあストーリーがアニメ基準なのかな、あるけどまあ大体ミニゲーム集だ。へっぽい声出すなオッケー。あ、じゃあもう来るかな。覚えてるんだよな出たチワワ。オッケー、やろう。一番最初はこのゲームっての覚えてる。基本的には A ボタン B ボタンと上下か。じゃあ逃げ切れた成功、追いつかれると失敗。横切る車にぶつかるとすっ転ぶ。ボタンを使うぞ。用意はいいか。大丈夫です。わかった。じゃ始めぞ。これ連打？あ、連打だな。助けて！連打だな。なるほど。思い出してきた。やばい。チワワってさ、可愛いから油断するけど、あいつ、小型の猟犬だから、普通に危ないやつだぞ。ちょっと。いけてる。意外といけてるぞ。チワワいなくなったんだけど、画面から。すごくない？いけてるんだけど。本当にこれ10年以上ぶりにやるんだけどさ、データ残ってたけど、あれ俺のじゃなくて中古だから、前の持ち主のデータね。10年以上ぶりにやるけど、あ、いけたわ。なかなか難しかった記憶あるんだけどな、当時子供だったしな。で学校に来たのか。これ俺がセリフ読まないと間が持たんぞ。それでも読まんけども。オッケーオッケー、次死ぬ気来るか。死ぬ気ね。ターゲット01、死ぬ気来る。さっきの続きだな。キャス、そっか、最初だからまあそうだよな。つな、あの女に惚れてるだろ。そうか、それが来るのか。親戚、最初そうだったな。出たー。出たー百面相。ってことは一本どころかのやつか。剣道部の持ちだもんな。
最初は逃げんのか。十字キー左右で持ち手の攻撃を避け続けろ。HP が0にならなきゃ OK ね。OK。OK やるよ。大丈夫いける。助けてー。どっちかに寄ってればまあまあかわしやすいんじゃない？あ、これいけるわ。あー、危ない！いった、当たりにいっちゃった。いけると思ったんだけどな。いや、誘い込めてるわ。ちょろいっすね、持田先輩。危ない危ない。危ない危ない。あー、危ない危ない危ない。あー、危ない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 危ねー。最後当たりにいってた。一発もらったけど、まあいけたね。よし。2本目があんのか、このミニゲームは。死ぬ気で勝ってこい。出たー。死ぬ気で一本取る。もうあれか、下画面スライド横に髪の毛を全部抜けばってえぐいこと言ってんだよな。オッケー。いいぞ、勝負！ららららら。あー、難しい。どのくらいの範囲でスライドすればいいんだ？結構大きめにスライドした方がいいのかな。あー、縦でいいな。あー、いける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 。あと10秒だろ。やべ、止まる。あー、いったー。スライド難しくね、このゲーム。画面壊しそうで嫌なんだよな、あんまスライド。1本どころか100本取ったぞね。ボンゴレファミリー10代目。9代目の依頼でお前を立派なマフィアのボスにするために来たんだ。オッケー、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 オッケー。俺ずっとなんかオッケーって言ってる気がするんだよな、編集でも。編集してて気づくんだけど、なんかオッケーってやたら言ってるんだよな。何がオッケーなのかわかんないけどね。きたー。ターゲット2、極寺ハヤト来る。これも覚えてるぞ。で、ファミリーを作るからっつって誘うんだよな。あー、来たぞ。イタリアから呼んだファミリーの一員。俺が10代目内定ってのは本当だろうな。実際多分やったところで内定はしないんじゃないかな。基本的に十字ね。あれかな、ダメ綱の時はボタンで、リボン綱の場合はタッチなのか。オッケーオッケー。あー、怖い怖い。時間があるんだよな、爆発するまで。ラグが。いけてるいけてるいけてるぞ。あ、いけるんじゃね、ここにいれば。あ、やばい、いってー。舐めてたー。死ぬ。あー、そうだった、そうやって復活するんだった。あー、おー、いける。ボーン、ここで果てな。オッケー、舐めプしないようにしよう。割と端っこの方は強いのは多分確かなんだろうけど、だからといって止まってると次の手ができなくて済むね。ちょっと2倍しすぎでしょ。それはもう4倍。やめて、極寺くん、やめて。よし、
いける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 。耐えろ。オッケー、耐えた。よかった。原作だとタバコ吸ってんだけど、アニメだと表現的にまずいから、どうやって着火してんのかわかんねえんだよな。死ぬ気で消火活動。キャス。あ、タッチ、うん、多分そうなんだな。タッチペンを使うぞ。じゃ、始めず。もうタッチするだけでいいんだ。いいな、勝負。ほら来い。果てな。いや、果てろ。期間。制限時間2秒ってところか。だ、2倍ボム。ほい、2倍ボム。ほい、はい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 。なんのこれすけ。2倍ボム。あ、やべ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 、増えてる。これでどうだ。あ、終わった。もうちょっと増えてもよかったんだけど。3倍ボム。で、3倍ボムが使えなくてダイナマイト落としちまうんだよな。火がついたダイナマイトで、それを綱が消したことによって消す。これから消すのか。弾き出せか。オッケー。スライドね。オッケー。25秒。ララ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 。あー、難しい。ピンポイントで狙うのか、これ。大丈夫、いけるか。いけ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 。密集してればいけやす、いくけどさ。やべえ、全然ダメだ、反応しねえ。細かい。ちょ、え、ちょ、はい。オッケー。これでどうだ。密集してれば反応しやすいけど、細かくなるときついな。はあ、終わった。これで態度が一変するんだよな。お、終わり。またオッケーって言おうとした。さっきからこのお金が手に入ってるけど、これはなんかショップ的なのがあるからそこで使うんだよな。山本たけし来る。どこまでやろうかな。あー、これね、結構重いんだよな、内容が。どうだったっけ。これのミニゲームは覚えてんだよな。へえ、面白そうだな。結構ギリギリまでこいつはごっこ遊びだと思ってたからな。試験、何するんだっけ。攻撃をかわせ？え、何すんだっけ？キャス。極れた俺の攻撃に当てられないように。あー、へえ。うん、とりあえず逃げるだけか。始めぞ。ここで果てな。さっきからいるあの見物人たちは誰？死ね。そ、ナイフ飛んでくる。なるほど。一応避けづれえな。ボムとナイフが。2倍ボム。危ねえ。突っ込んでた。穏やかじゃねえな。危ない。ナイフに当たる。爆弾に当たる。2倍ボム。どう？よし、ナイフが通り過ぎてった後、いければ、まあ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 やりやすいかな。助かった。
当たる当たる、それ当たってる当たってる。さて次これ屋上でやってんだけど、屋上の耐久力すごいよな。極寺嫌いすぎだろ、山本のこと。果てろ。あー、これあれか、原作とだいぶ違うんだっけ。原作とアニメってここ違うんだ。まあまあまあ重いもんな、原作のあの内容。なんか原作の内容は確かね、あのツナがなんかちょ若干人気者風になり始めて、山本がなぜか移って自殺を図ろうとするっていう話だから、だいぶ原作重いんだよな。オッケー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 、これ覚えてる、これは覚えてるよ。スプリングボムね、原作の最初の方にあったけど後々使わなくなったやつね。最初はギャグ漫画だったからね。あらら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 、あー、おらららららら、いやー結構疲れるよこれ。おらららら、よし、オッケー。つむじに打てばスプリングボム。死ぬ気弾の打つ箇所によって効果が変わるって設定だったもんね。バトル要素始まってからはほぼ使わなくなっちゃったけど。ふう、日常編結構面白いんだよな、リボン。そう、右腕がどっちかっつって喧嘩すんだよな。さて次なんだろう、項目5つやったら終わる。変なヒットマン来る、ランボか、新たなあれ俺変なって言ったな新たなヒットマン来る。誰だ、あ違うわ、イーピンか、あビアンキの方か、あービアンキの方か、ビアンキの方が先だっけか。あランボも来たー、うーんまためんどくさいやつらが来たな。これバズーカ撃ってくるやつだっけ。いやーえぐいぞ基本的にはさっきのようなやつかな。ランボの爆弾に当たらないように逃げまくれ。ランボの爆弾に当たんなきゃいいのか。ポイズンクッキングの上はスピードが落ちる。オッケー、転ぶわけじゃないならまあいいけど、かわす当たらない、踏まないようにすんに越したことはない。30秒、割と長いである。ポイズンクッキング、爆弾の猶予は多分極寺と同じだから、やばい、きつい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 、ポイズンクッキングがきつい、やばい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 、当たる当たる当たる、それは当たる、危ねえ、いやいやいや、かわせてる、よくかわしてる、危ない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 、これ爆弾の範囲甘かったりすんのかな、やばい踏んじゃった、まずい、あー危ねえ、いけた。これ爆弾でたまたま逃げた方にポイズンクッキング来られたらきついな。あ、ボコられた。コロコロ、死んじゃったら。はぁ、出た。ツナ、人はいずれ死ぬ生き物だぞ。
あー出たー、全部ポイズンクッキングになってるやつ。こっそり紛れてんだよな。ストマックだっけ、アイアンストマック、鉄の胃袋だったかな。へそに打てばなるはず。これスライドだな。何すんだ、タッチかスライド、どっちだ。スライドだ。持ってるケーキをスライドでツナに食べさせろ。ケーキを動かすか。ケーキを触ってツナにあげればいいのか。扉の奥にビアンキホール。オッケー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 。ちょっと待って、結構難しいよこれ。これ全部なくせばいいんだよな。ちょっと待って、右側がやりづらい、めちゃくちゃ。大事なのは愛。大丈夫これ。これいけてる？あなたたち殺されたいの。これいけてます？これ好き。いけてんのかな？あ、さらに補充されなくなったから。オッケーオッケー、いけてるわ。あなたたち殺されたいの。あれ端っこにいるの？あれ京子か？上の端っこにいるの。オッケー。暴走、もはやただの暴走だよな。増えた。ランボかわいそうに。家庭科と美術ダメなんだけどな、家庭科。何でも作るものになる、寿司でもなるんだもん、ただ切って乗せるだけなのに。あーもうまだあるんだ。うざいランボを無視し続けろ。タッチペンを使うぞ、用意はいい。下画面をタッチでランボの相手をする。要は触るなってことだろこれ。無視しろだもんね。俺っちだよ、ランボだよ。そうか、あったなこれ、無視すんの。この時間なんだよ、何したらいいの。お、投げてみろよ。泣くか。泣かないもんねだろ。ランボさんは我慢の子。いやこれもう終わり。終わりか。だってもうこれ本当にタッチしないのな。さっきの説明でもタッチとか特にされてなかったもんね。え。正解これ、無視しろで。あ、オッケー終わった。10年バズーカ出すか、出しやがったー。10年バズーカー。これで撃たれたものは5分間10年後の自分と入れ替わる。でもこれは見本展示品。そうなんだよ、最初使わないんだよね、出してしまうからな。よし、今回はまあこんなとこにしとこうかな。恋する乙女か、春だな。今回はここまでにしとこう。続きはね、多分やる可能性はあるけど、そんな頻繁にあげないかな。気が向いたら続きやります。というわけで今回ここまで。それではまた次回、別の動画でバイバイ。
ートを見る。うっせ死ぬ気になれば